Hey! Hoyo Minasan, c'est Gunsho, et aujourd'hui, on est de retour sur Tal of Bessaria pour continuer mon aventure. Hey, ouais. Donc la dernière fois, je vous avais laissé là, dans le port. Donc, voilà, je suis là. Donc voilà, là j'ai aucun truc à faire. Ah oui, la dernière fois, je vous ai dit que j'allais tester ceci. Voilà. Relâche son ballon 2 et à baston folie. On va essayer ça. Manette. Ah, bah ok, d'accord. C'est les mêmes trucs. Je crois que je dois faire en 8. Ok. C'est quoi déjà ça? Bastion. Ah! Ok. Non, pas envie. Sérieux. Ok, bon. Ben, je pense que je vais y aller alors. Tac tac, il faut que je fasse quoi en fait? Direction de la rencontrer. Ok, je dois y aller. Ok, je dois partir d'ici. De toute façon, je crois qu'il n'y a rien qui m'oppose d'aller autre part. Enfin, que de rester dans l'endroit en fait. J'ai battu les monstres. Ça je vais voir. Ah, voilà. Cardion, voilà. Ok, voilà tout ça, tac. Donc on est là. Et là il faut aller, c'est là. Mais non, on est là, mais je suis con. Il faut aller, c'est là. Ok. Bon, ben c'est parti. Je crois qu'il faut que je prenne le bateau. Donc c'est parti. On va prendre la mer. Toc toc. C'est parti. Oh non, me dites pas que c'est comme dans l'ancien. Oh non, non c'est pas ça, je pense pas. Nandaka kaizoku tte iu yori circus mitai ni natte kita na. Benwick wa goma to ka heiki na no? Kankei ne yo. Banyeltia ni notta kara ni wa minna kaizoku. Sore ga ore tachi no ryugi sa. Nante. 船長や副長の受け売りだけどな。船長。アイフリードってどんな人?そうだな。一言で言うと、この海みたいなあご髭男かな。海みたいな。うん。メア、え、メアバブ?俺たちは、みんな世の中から弾き出された奴ばかりだ。そんな俺たちを、 すねのきつひっくるめて全部受け入れてくれたのがアイフリード船長なんだ。優しいってこと?海って優しいだけか?
傷があるときに飛び込んだらどうなる？しみるし、痛い。だろ？それに穏やかな日もあれば荒れる日もある。浅いところ、深いところ、渦巻きだってある。怖くて不思議。そう、厳しいけど不思議で果てしない。だから命を張ってでも飛び込みたいって思う。大海賊バン・アイフリードはそういうでっけえ人なのさ。ベルベットみたいな人かな。なんでそうなるんだよ。俺か？俺の説明が悪いのか？ベンウィック、進路変更だ。レニード港へ向かう。副長、急にどうしたんですか？海賊病だ。下で3人倒れた。最初の兆候は3日前。お前はどうだ？俺はまだ大丈夫けど、3日目ってことはこの船全員もらってますよね？おそらくな。しかしレニード港に行けば治療薬が手に入るはずだ。すぐにみんなの状況を確認します。全員水分を多めに取らせろ。自分の分も忘れるなよ。了解。全員緊急態勢。死ぬかもしれないってのに肝の据わった連中だな。死ぬ？海賊病って死病なの？原因不明の高熱を発し、最後には砂のごとく崩れて死ぬという奇病じゃ。人が砂に？かつて視界を制した大海賊団の船で流行し、一味が全滅したことから海賊病と呼ばれるようになったとか。そんな病に私たちも感染した？人間はな。海賊病にかかるのは人間だけなんじゃよ。じゃあマギルームでしょ？そうじゃった。わしの人生もここまでのようじゃ。器に死なれちゃ困るわ。発症したらすぐに言いなさい。さて、俺たちも助っ人に行くぞ。エレノア以外はみんな働けよ。エレノア以外とはひどいではないか。わしだって感染しとるかもしれんのに。あんたは魔女でしょ。黙って働きなさい。やれやれ。これも死神の呪いか。魔女にまで迷惑かけるとはけしからんの。死神の呪い。 OK。さて、薬屋はどこだ？確か海賊病には特効薬があるんだよな。サレトーマという野草の花だ。その絞り汁を飲めば海賊病は治る。今回は大事にならずに済みそうだな。安心するのは薬草を手に入れてからよ。ああ、行くぞ。待ってください。感染しているものが町に出たら海賊病が広まってしまいます。案ずるには及ばん。不思議なことに海賊病は海の上でしかうつらんのじゃ。空気中の塩分濃度が関係しとるとも、海水に潜む微生物のせいとも言われておる。真相は分からんが、陸で海賊病が広まった例はない。そうですか。本当に奇病ですね。すぐに戻る。お前たちは船で待ってろ。お願いします、副長。急ぐぞ。でも、サレトーマ、あれを飲まないといけないのか。エレノア？いえ、高熱の病気によく効く薬草なのですが、この世のものとは思えないほどまずいの。コーマを泣くっていうくらい。でも、薬だから死ぬより嫌？あ、泣き言ではありませんよ。子供の頃のことを思い出しただけです。 OK、bon、on est arrivé。Le mal de mer.
Ouais. Je sais pas d'où ça vient, mais bon. C'est marrant. この前、鎖付きの死体が網にかかったんだ。鎖付き、囚人か。おっちゃんも、昨日俺んとこの網にも鎖付きで夜勤まで入った。腕がかかったんだよ。ほんと心臓に悪いし、魚も空気しなくなるし、勘弁してほしいよな。まったくで。潮の流れから考えると、韓国島からこっちに来てるとは思うが。本当に監獄なのか？おっちゃんも変だと思うかい？実は俺も変だと思ってるんだよ。島全体が監獄なんて言われてるけどさ、本当は処刑場なんじゃないのか？あるいはゴーマの実験場。実験場って何の？ゴーマの凶暴さを調べるための実験だよ。だから囚人を運んで餌にしてるんじゃないのか？悪くない推測ね。なんて、聖霊がそんな恐ろしいことをするはずがないか。想像がむちゃくちゃすぎるよ。きっと悪い海賊が暴れてるんだろうな。まあ、そんなところだな。あの人、なかなか鋭いね。そういや、お前は近づくとやたら注意されたのに、最近は巡視船を見かけないな。確かにそうだな。海賊が出てるんなら取り締まりをきっちりやってくれないと困るよな。ま、しばらくは近づかないように気をつけようぜ。気づいたら隣に海賊やゴーマがいたなんて最悪だしな。そんな悪い奴らが近くにいたらよっぽど気づくとは思うけどね。鋭いのか鈍いのか微妙だね。さゆLes gens bizarres dans ce port-là. Ok. Yes, un coup pour moi. Ok. Ok, ok, ok. Tac, tac. Là, c'est le même jour, mon avis. Bon, allez. Oh putain, c'est quoi ce... Nanka, omoshiroi hashi da ne. Kono hashi ni wa iwaku ga aru. Motomoto Lenido no minato wa kono irie ni atta nda. Suishin wa juubun sugiru hodo aru nda ga, mite no tori no semasa da kara na. Ogata sen wa yohodo no gijutsu ga nakereba setsugan dekizu, omo ni kogata sen no kazemachi minato datta. Ban Eltia go wa?もちろん自在に入港できた。よほどの技術があるからな。自慢話？まあ聞け。そこでレニードの発展を願う村人たちは力を合わせてこの橋を架け、沖の島に大型船用の外港を作ったんだ。そうか、だから港と村が離れてるんだね。ちなみに資材の調達や架橋には密かに俺たちも手を貸した。やっぱり自慢話じゃない。それで
村は豊かになったの？いや、外交ができた直後に清涼が船の航海を規制し始めたせいでな。自由な航海ができればレニードは外洋航海の拠点として発展できたはずなんだが、うまくいかないね。もっとも、そんな状況でも俺たちはボラードを利用して自在に出入りしているがな。サンドは突っ込まないわよ。うん、六郎め、エレノア以外は働けなどと言いよって、わしもかよき人間の乙女じゃというに。これは明らかな職業差別じゃよ。魔女裁判を起こして徹底的に戦ってやる。火炙りにされるのはあんただけどね。あれ、エレノアどうかしたの？どういうつもりなんでしょうか。しぐれ様に私が刃を向けた時、六郎が投げた短剣は間違いなく私の頭を狙っていました。あの時は本気で死を覚悟しましたし、あの人の恐ろしい本性を見た気がしたんです。なのにしぐれ様も六郎も普段はあんなで、私にはさっぱり理解できません。武士道というものかもしれんな。武士道、剣士の心得のようなものですか。主君に忠誠を誓い、親を敬い大切にし、弱者を助け、名誉を重んじて生きるという思想だ。つまり六郎は武士道の教えに沿って弱者である私を助けたと。傲慢になったとはいえ、記憶も人格も残っているんだ。武士道精神も消えてないと思うがな。武士道などあやつにあるのかの。あだなす敵はズバッグシャッビュービュービューン、冷酷無比の必殺剣。それが蘭月の素顔じゃぞ。ベルベットが初めてあやつに会った時もいきなり切りかかってきたと聞いたぞ。それに先の黒金との一件でもボウに刃を向けたばかりじゃん。さっきの言葉に深い意味なんてないでしょ。あいつは切るという業の塊、野者なんだから。そこまで悪い人じゃないと思いますけど。怖がってたのはあんたでしょ。本性の怖さは感じましたけど、でも切るだけでもないと言いますか、その案外人の気持ちには敏感なんじゃないかなと。ほら、剣士は相手の気配を察するじゃないですか。じゃあ六郎は意外と優しいってことで。あ、でも優しいかどうかは微妙というか、私があれこれ言えるほど深く知っているわけでは。もうどっちでもいいわよ。Elle est bizarre celle-là. Tansaksen, Batsubio. Ok, bon, c'est parti, hein. On va dans la ville, hein, ma foi. Ok, une fée biospirante et une plante nomade carnassière. Intéressant. Et mon sang a tué. Cool. Jackson Co. de Kita Hanashinon Nakedo, Goma no Taigunga Oki Osote, Daichi Sai Samaga Nakunarata Sodao. Sonna Oki Ute, Ichiban Kebi ga Kibishin de Shou?タイマシ様たちは何をしていたの？うん、悪事は順調に千里をかけ抜けておるようじゃの。それは普段は人間の姿をしているのに、正体は人の2倍も3倍もある巨人みたいなゴーマらしいんだ。頭には角が生えてて、目は3つで、その目で睨まれたものは操られてしまうんだってさ。そんな恐ろしいゴーマの群れに襲われたんじゃ、いくらタイマシ様でも逃げたとも。北東大魔師様が倒したっていう噂もあるけど、本当のところはわからない。僕たちはいつでも逃げられる準備をしておこう。また以前のように恐ろしい世の中になってしまうのかしら。角に三つ目の巨人とは、
お主も随分な言われようじゃの群れなんだから、あんたもその一人よ。sérieux. Là, comme ça, au moins, ça s'ouvre pas. Plante, ok. 繰り返すようだが、そのような事実はない。でも大司祭様はいつまで経ってもお仕事にお戻りになってないって言うじゃないですか。本当はゴーマに襲われたんじゃないかって王都から来た人が言ってたんです。隠そうとした真実が漏れ始めたか。王宮の警備は他のどの場所よりも厳重だ。ゴーマが侵入するなどありえない。じゃがゴーマの群れが城に押し寄せたらどうじゃ。王宮を守る大魔士はトップクラスの実力を持つ精鋭部隊だ。ゴーマの群れなどものともしない。でも巨人みたいに大きなゴーマだったらいくら精鋭部隊でも厳しいんじゃないですか。そのようなゴーマが王都に現れたらもっと大騒ぎになっているはずだ。不安な気持ちもわかるが、我々の発表を信じて冷静に考えてほしい。不安であなたたちが混乱状態に陥ればそれこそゴーマに入り込む隙を与えてしまう。それは分かってるんですけど、やっぱり不安で。王都の噂が広まってきてるみたいだね。少しくらい街がざわついてる方がこっちは動きやすくて助かるわ。OK, d'accord. Ils sont vraiment chelous les gens. Ils ont des démons, mais what the fuck. Deux par deux, c'est quoi ça? Ok. J'ai pas tout compris, il mange une. Je vais faire quoi? Hey, y'a des personnages de. Oh! C'est des personnages de. Oh, j'adore, je kiffe! Y'a tous les personnages de Talos, c'est ça? Tous les Talos. Talos. Je sais pas comment ça marche. Par le truc là. Oh, vas-y quoi, sérieux. On est en train de défoncer. Ok. Putain, je me rappelle plus, il y a tellement de personnages, putain. Thank you.
cette famille, quoi. C'est pas avec cette planche que je vais gagner, hein, putain. Défaite. What? Bon, on a vu à peu près qu'est-ce que c'était ce jeu. Ok. Ouais, il doit y avoir des jeux intéressants par tout le monde, mais bon, ça fait autre. C'est hard. Il y en a, c'est hard. Hein. En plus, j'ai pas lu les règles. いらっしゃい。サレトウマの花が欲しい。珍しいものを欲しがるね。もしかして海賊病かい？ああ。最初のやつが熱を出して3日経つ。早いとこ手当てをしてやりたい。そうか。あいにく嫌いしちまってるんだ。なぜ品切れになる？今が花の季節だろ。サレトウマの咲くワーグジュリンにゴーマが出てな。清涼がジュリンへの立ち入りを禁止しちまったんだ。立ち入り禁止？ 退治していないのですか？よくわからんが、探しても滅多に見つからんらしい。100回に1回出くわすかどうかだとか。それ危険じゃないだろう。だが出会って生きて帰ったものはいないんだ。海賊病、薬はない。清涼に妙なゴーマ。いよいよ死神の呪い全開じゃのう。<笑> 他の町から取り寄せられるかもしれないけど、発熱3日目じゃ間に合うかどうか。ワーグジュリンに行けば、サレトーマの花は咲いてるのね。多分な。でもゴーマが。ワーグジュリンへ向かうわよ。 Allez hop, on va là tout simplement, on va tout défoncer. Tac tac. Oyashi. もう俺は無理だ。この村で開拓なんてやってられないよ。また泣き言か。あの親子、なんだか不穏な空気ですね。
放っておくでふよ。親子喧嘩は犬でも食べないと言いまふよ。それは夫婦喧嘩だよ。そんなんじゃない。もう10年になるってのに、この村は少しも豊かにならないじゃないか。年々寒くなって収穫は減る一方なんだぞ。ゴーマ病だっていつまでもなくならないし。だからなんだ、他の土地に比べたらウエストガンドのゴーマ病はむしろ少ない方だろう。よそはもっと寒冷化の影響やゴーマの被害が大きい。俺たちは随分マシだと思うがな。開拓のことだけ考えてりゃいい。俺たちは他よりずっと恵まれてる、そう言いたいのかよ。今すぐに結果を出そうと焦るな。ウエストガンドは広大だ。諦めずに土地を開き続ければ可能性は大いにある。100年後、1000年後、わしらの血を継ぐ子孫たちが笑って暮らせるよう、その礎になれればそれでよい。だから俺たちの子孫なんて言ったってどこに。そんな、お父様のお言葉感動しました。大魔師として一日も早くゴーマ病を撲滅できるよう、私も精進し皆さんの手助けをしたいと思います。おお、お若い大魔師様、ありがとうございます。ならば手助けの手始めに、うちの息子の嫁になってやってくれませんか。え、このバカ息子は恋人に逃げられてからずっとこんな調子でして。すみません、そちらの方は私はお力になれそうにありません。ワーグジュリンのゴーマ？あ、知ってる知ってる。もうこの辺りじゃその話で持ちきりだもの。私が思うに、きっとワーグジュリンにいるのは透明で見えないゴーマよ。見えないゴーマ？大魔師様たちが大勢でゴーマ狩りをしてくださったのに見つからなかったの。あるいは目にも止まらないほどスパシっこいか小人みたいに小さいか。今森はどのような管理体制になっていますか？あら大魔師様、ご存知ないんですか？はい、私は巡察官なので、この地方のゴーマ退治の詳細までは知らされていないんです。そうですか。私も詳しいことはわからないんですが、大魔師様が交代で見回りをしているとか。そうですか。まだゴーマの正体がつかめていないのかもしれませんね。どうか一日も早くゴーマを退治してください。よろしくお願いします。はい、できる限りのことをさせていただきます。私たちの目的はあくまでサレトーマよ。悪いけどゴーマ退治には付き合わないから。分かっています。あ、sur le chemin, moi je les découpe, hein. Voilà, tous les démons que je crois, je le bouffe avec Velvet et voilà, c'est réglé. Bon, ben, je vais faire une courte pause, je reviens vite fait, je vais voir l'heure, tantôt. Et en fait, ça va être la fin de cet épisode, donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Bon, il n'y a pas eu vraiment grande chose, on va dire, de combat ou autre, mais il y a eu plus de l'histoire, de parler avec des PNJ, donc voilà. Donc le prochain, je pense qu'il y aura du fight. Bon, allez, on se dit plus tard pour un autre épisode, c'était Gancho. Bye bye!